マルゴット・フランク、マルゴット・ベッティ、フランク、マーゴ・ベッチ・フランク、1926年2月16日から1945年3月、上旬は、アンネの日記の著者アンネ・フランクの姉にあたる、ユダヤ人の少女。愛称はマルゴー。1926年2月16日、ドイツ、フランクフルト・アムマインのウェステント地区のヨルダン通りにある、 ベートーベン広場に面したフランク家の自宅で生まれ、父は銀行家、オットーフランク、母はアーヘンの資産家の娘エーディト・フランク。ミドルネームのベッティは母、エーディトの姉、ベッティーナからつけられた。マルゴーは巨弱な子で、なかなか体重がつかなかったという。マルゴはアンネと異なり、赤ん坊の頃からおとなしかったと言い、泣いたり叫んだりすることはほとんどなく、夜も 静かに眠り、両親にほとんど苦労をかけなかったという。ヨルダン通りの自宅は、夫の母アリーセが切り盛りしていた豪邸で、夫の妹夫婦の一家もここで暮らしていた。母エイディとは、一家三人だけの自宅を欲しがっていたので、夫フランク一家は1927年秋に、フランクフルト郊外のマルバッハ通り307番地のアパートに引っ越した。 1929年6月12日に妹のアンネが生まれた。1931年3月、フランク一家はガングホーファー通り24番地、ギャンホーファーストラッサ24のアパートへ引っ越した。マルゴットは1932年の復活祭の時期にガングホーファー通りに近いエシェミーマー、リンデンバウム通りにあるルートビヒリヒター学校へ入学した。 母の勧めで週に2回ユダヤ教の教育も受けていた。しかし1933年1月30日には、反ユダヤ主義を掲げるナチス党党首アドルフ・ヒトラーがドイツの政権を取ったため、オットー・フランクはオランダのアムステルダムへ亡命することを考えた。オットーはまず仕事と住居を安定させるため、1933年6月に単身でアムステルダムへ移った。 その間、マルゴーとアンネとエーディトは、アーヘンで暮らすエーディトの母ローザ・ホーレンダーノで暮らした。オットーはアムステルダムでオランダオペクタ商会を創設し、アムステルダムザウト地区の小学校に入学した。生来のおとなしさや言葉の問題もあって、新しい学校になれるのに時間がかかったが、勉強熱心なマルゴーはすぐに克服して、全校でトップクラスの生徒になった。 中学校はエリート校の女子校に進んだが、ここでもマルゴーは成績優秀だった。マルゴーはアンネの親友サンネ・レーデルマンの姉バルバラ・レーデルマンと親友だった。ただバルバラはマルゴーと違って学校の成績が悪かった。九百四十年五月十日にドイツ軍がオランダに侵攻を開始し、その五日後にはオランダ軍は降伏してオランダ全土が ドイツ軍の占領下に入った。ヒトラーからオランダ国家弁務官に任じられたアルトゥール・ザイス、イコール・インクバルトは、反ユダヤ主義立法を次々と言った。ユダヤ人は、ユダヤ人学校以外に通うことを禁じられ、1941年10月には、アンネモ・マルゴーは、ユダヤ人中学校へ転校することになった。ここでマルゴーは、イケテ・フレーだと親友になった。しかし、 いえけてもバルバラ同様成績は良くなかった。1942年7月5日に、ナチス親衛隊 SS カラマルゴーに強制労働収容所への招集令状が届いた。フランク一家は、オットーがミープヒースラの協力を得て、いざという時のために準備していたアムステルダム・ヨルダーン、地区にあるオットーの職場事務所の3階と4階の隠れ家で潜伏生活に入ることにした。 7月6日朝7時半、自転車を持っていたマルゴーは、ミープヒースと共に自転車で一足早く、隠れ家へ向かった。アンネと父母は7時45分に家を出ると歩いて、隠れ家へ向かった。ファンペルス一家や、司会、フリッツ・プフェファーも合流し、8人のユダヤ人がここで、暮らすようになった。マルゴーははじめ、アンネと同じ部屋を使っていたが、1942年11月16日に、 プフェファーが隠れ家に入るとマルゴーは両親の部屋に移り、アンネとプフェファーが同室を使うことになった。マルゴーとアンネは学校へ戻れる日に備えて、隠れ家でも勉学に励んだ。優秀なマルゴーはアンネが苦手な数学、物理、科学なども得意だった。アンネは成績優秀で控えめな性格の姉マルゴーをやっかむことが多い。母エーディトがマルゴーを高く評価し、 アンネはいつもマルゴーと比べられてお姉さんを見習うように言われるせいだった。アンネはこう書いている。ママは何かというとマルゴーの味方をします。それは誰の目にも明らかです。いつだって二人で可愛いっています。もうそれは慣れっこなのでママがごちゃごちゃを説教をしてもマルゴーが怒ってきても何とも思いません。もちろん二人のことは愛していますが、それは 私のお母さんであり、お姉さんだからにすぎません。一個の人間としては二人ともくたばれと言いたいです。しかし後に、親への不満を共通の話題にして、しまいん中は良くなった。特別なことといえば、マルゴーと私が二人揃って両親が鼻に、つき始めてることぐらいです。誤解しないでほしいんですけど、私は、今でも以前と変わらずお父さんを愛してますし、 マルゴーは両親どちらも愛しています。でも私たちぐらいの歳になると、誰でもちょっとは物事を自分で決めたくなります。略マルゴーも悟ったようです。両親より、同性の友達の方が自分自身について気楽に話せるってことが、マルゴーとは本当の親友になりかけています。もう私のことを子供扱いして相手にしてくれないなんてこともありません。と書いている。 なお、アンネの日記の1942年9月27日の記述によると、マルゴーも日記を書いていたというが、マルゴーの日記は現在まで発見されていない。隠れ家での暮らしは2年に及んだが、1944年8月4日、ゲシタポカシ官カール・ヨーゼフ・ジルバー・バウアー新衛隊総長と彼の部下のオランダ人警察官たちによって、隠れ家は発見され、 隠れ家住民全員が逮捕された。隠れ家住民は、ベステルボルク通貨収容所を経て、アウシュビッツイコールビルケナウ強制収容所に移送された。ついでマルゴーは、妹のアンネと共に、ベルゲンベルゼン強制収容所に移送された。ここは絶滅収容所ではなかったが、居住環境は劣悪で、チフスが蔓延していた。アンネとマルゴーもチフスを罹患して衰弱していった。 収容所内で、アンネやマルゴーと親しかった囚人の証言によると、衰弱が極限までに達したマルゴーは、寝床から落ちたのが原因で意識がほとんど戻らなく、なってしまい、その状態から持ち直すことなく、やがて死亡したという。マルゴーの死は1945年3月半ばから下旬にかけてのことという。一人取り残された。 アンネの小さな体もこれ以上チフスに耐えることはできかった。マルゴーの死から数日後、アンネもその短い生涯を終えた。他の隠れ家住民も、夫をフランクを除いて、全員がナチスの強制収容所で死亡している。友人だったバルバラ・レーデルマンやユテケ・フレーダは、生き延びて、戦後を迎えることができた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。